慶長では合戦は、慶長5年で和国で行われた、上杉影勝と、もがみ義満、伊達政宗の戦いで、北の関ヶ原と言われる。東軍が勝利した。天正12年、もがみ義満は、宇宙短大化としての実力最高を目指し、域内の大江市、白鳥氏、天道氏を破り、村山、最上領軍を勢力下に収めた。追玉地方は、 血縁関係のある伊達氏の支配下にあり、進出できないことから北進し、省内地方の制圧を目指した。省内一円は、武藤氏所流の大宝寺氏が有力な国人を支配していたが、吉光は積極的に介入し、制圧を目指した。また、早くから豊臣秀吉と同盟関係にあった、上杉影勝は、天正14年人質を出して侵入し、 では国切り取りの最下を得た。これらの動きに対し、大宝寺義雄は、越後の本城茂町を頼り、茂町の子、吉勝を自らの養子として迎える。しかし、省内の国人たちがこれに反発し、天正15年反乱が起こる。もがみ義光はこの無本に介入し、大宝寺義雄を自害に追い込み、将来を制圧する。しかし、 落ち延びた、大宝寺義勝は、翌天正16年8月、茂町と共に、省内学会を目指して進行。大崎合戦出陣中の不意をつかれた、最上勢は15里が、原の戦いで大敗し、省内地方は、上杉支配下である、本城茂町の支配下に置かれた。天正十八年の欧州市沖により、省内地方は、大宝寺、義勝の領地として公認され、 富士島一揆による大宝寺氏の海域を経て、上杉氏の所領となった。十五里が原の戦いは、豊臣秀吉による関東、東北の総武事例の後だったため、最上氏、上杉氏の間に加根を残すこととなった。慶長三年、上杉影勝は、越後、佐渡二国などからがもう宇治里の丘陵、すなわち合図、追い玉、ま、忍ぶ、建て、足立などに違法され、加えて、 将来の支配も引き続き認められ、計120万国を領した。これにより、もがみよは旧敵上杉市に南と西から挟まれることとなり、逆に、上杉加月勝にとっても、もがみ市に新領地と省内地方を遮断され、ここに領主の激突は避けられない状況になった。この後、なお加熱具は、米沢と将来を結ぶ軍道の建設を秘密裏に進め、 1> 約一年で完成する。豊臣秀吉の死後、慶長五年六月に、合図征抜のため出陣していた徳川家康が、七月二十四日、下助小山において、石田三成の挙兵を知って、反転成城する。家康は、南部都市名を、秋田真根末、戸沢正盛本堂市、六郷市、赤内市、滝沢市などを山形に集結させ、 最上義満を首相として米沢口から合図に侵入するようにしていたという。しかし、東軍諸将を先遣隊として、東海道より西へ軍を進め、自身は江戸において東軍諸将の引き止めを呼び、西軍の切り崩し工作を行ったため、大武諸軍は治療に引き上げ、伊達市と上杉市も、伊達市が7月に攻略した白井市場の返還を訳し、和睦を結んでしまう。 事態の急変に対し、最上義満は、帰国をする南部寺やではの書士と希少文を交わし、家康の意向に従うこと、ことがあらば助け合うことを誓った。ただし、米沢口の首相であった義満は、出羽方面における、軍事指揮権は引き続き自分が持っていると返したのに、対し、諸大名はあくまでも、家康の指揮命令によって戦うと理解していた。9月1日、 岐阜城落城の知らせを受けて、家康が江戸より出陣する。また、徳川秀忠及び最上義満次男、最上家地も、上田方面に出陣する。これにより上杉氏に対する家康の脅威は去り、上杉両方,方において、上杉と対決する姿勢を示すのは義満だけとなり、上杉影勝は義満を無力化しようとする。最上氏を滅ぼすか味方につければ、 植杉氏にとっては、孝子の憂いがなくなり、家康と決戦に挑めるからである。逆に、家康の反転により、植杉氏の北方に孤立した形になった吉光は、球場に陥り、植杉方に着手を人質として送るなどの条件で、山形へ出兵しないように要請している。しかし、吉光が、秋田佐根巣へと結び、上杉両省内を挟み撃ちにしようとする形跡が、 あるのを知った上杉氏は激怒し、出陣を決定する。上杉軍の構成により落城した最上氏市拠点、慶長5年9月8日、上杉軍は、米沢と省内の2方面から、最上領へ向けて、進行を開始した。上杉勢の指揮を取る将は、継承の重臣、なおえか熱具で、総兵力は2万5千人にも及んだ。米沢を出た上杉軍は、萩の中山口。 小滝口、大瀬口、土地窪口、係かり入り石中中山口に分かれそれぞれ進軍した。加熱具は、萩の中山口を進んだ。それに対して、最上軍の総兵力は、およそ7000人に過ぎず、しかも、巨城の山形城をはじめ、旗国城や長瀬道城など多くの属城にも、兵力を分散していたため、山形城には4000人ほどの兵力しかなかった。上杉軍は、 9月12日に、旗国城を包囲する。この城は、西条軍の白高方面最前線基地であるが、上昇は、江口厚生以下500人ほどに過ぎなかった。吉光は江口に撤退を命令していたが、江口以下、上兵は、命令を無視し、玉砕を覚悟で抵抗する。この時のことを、もがみ吉光物語では、と、上兵側による抵抗をつぶさに描いている。 しかし、兵力の騒いかん、ともしがたく、旗国城はその日のうちに落城、江口は敵軍の中に切り込んで一戦した後、自害して果てた。しかし、江口の抵抗は、上杉軍にも千人近い死傷者を出させた。9月17日、直江軍とは別に、係か,かり入り石中中山口を進軍してきた、笹安信、横田宗俊ら四千人が、 宇州街道最前線上の山城に攻めに取りかかった。首相は、もがみの家進、里見民部であり城兵はわずか500ほどにしか、過ぎなかったが、里見民部は城門を開けて撃って出た。上杉軍は一気に城兵を殲滅するため反撃に、出た。城門付近で戦闘が繰り広げられたが、上杉軍の背後から、最上軍が襲いかかった。民部は、あらかじめ少ない兵を分散し、 もがみよしみつがよりきとして増破した草刈島に、別動隊を引き入させて、城の外に出して待ち伏せさせていたためである。背後を襲われた上杉軍は、混乱に陥り、最上勢はこの隙に、上杉勢を攻める。上杉方は、大将の元村近森が、酒屋兵なる者に討ち取られたほか、椎名や七郎をはじめとする将兵の多くが撃たれた。一方、最上勢も、 広川原で追撃中の草刈り島が鉄砲に撃たれて、打ち死にしている。里見は、上杉軍400人余りの首を吉光に送ったと、される。この上野山城攻めの苦戦で駆け入りしな中,中、山口からの上杉軍は、同時期に行われていた、長谷道城の戦いで戦闘中のを江本体とは、最後まで合流することができなかった。一方、 小名薬味方面では最上方の支援を受けて、朝日山城に復帰した池田森近等が一機を起こし、坂田東禅寺城主志田義秀と退治したものの、上杉軍を前に一気勢は敗退し、志田義秀は、もがみ川を遡る軍で、下秀久は六十里越を通る軍で、村山軍の最上川西岸地域に侵入した。9月15日までに、佐賀江城、 白岩城が9月18日までに八地城、長崎城、山野辺城などが落城した。また、なおえ金継ぐ本隊の別動隊が白鷹方面から芋川渓谷沿いに進軍し、八沼城、鳥屋か森城などを落として、左沢まで進出した後山野辺で本隊と合流している。各地で最上勢は、 地の利を生かしたが、兵力の差は大きく次第に押し込まれていった。さらに上杉影勝に呼応して、最上義満と対立していた、小野寺義満も、最上氏の属上である、湯沢城を、包囲攻撃し始めた。しかし、この戦いにおいて、上昇の立岡光重茂が前線し、小野寺軍の進攻は地滞した。なお加熱具隊の想定進路一方、なお加熱具は、 旗国城を落とした後、長谷道場近くの菅さ山に陣を取り、長谷道場を包囲した。長谷道場は、山形盆地の西南端にある菅川の支流、本沢川の西側に位置し、山形城からは、南西約8キロのあたりに位置する山形城防衛において、最も重要な市場であった。また、この時点で埼上川西岸地域及び、菅川西岸において唯一残る。 もがみ側の拠点となっていた。つまり、派生道場が落ちれば、上杉軍は、孝子の憂いがなくなり、須川を挟んだ攻防を経て、山形城工場戦に取り掛かることは、明らかだった。9月15日、もがみ光は、着南、もがみ康を、当時北目城にいた、伊達政宗に派遣し援軍を依頼した。伊達氏の重心。 片倉ク月カは両家を争わせて疲弊させるべきであるとしていめたのに対し、政宗は、一つは、家康のため、一つは、山形城にいる母城のために最上を見捨てるわけには、いかないと述べ、16日付書状にて政宗は、おじるすマ影を救援に派遣することを決める。この時、長谷道城は、もがみの重臣、志村光み以下千名が守備し、せめては、 なおえ、加熱軍が指揮を取る上杉軍に1万8000人。通常、工場戦に必要な兵数は、白型の3倍と言われているが、その点上杉軍は、十分すぎるほどの兵力を持って、工場戦に当たった。9月15日、加熱軍は大軍を背景に力攻めを観光。しかし、志村は加兵ながらも防戦し、9月16日には200名の決死隊と共に、 上杉側の春日元忠軍に野衆を仕掛ける。これにより上杉勢は同志打ちを起こすほどの混乱に陥り、志村は金継ぐのいる本陣近くまで攻め寄って250人ほどの首を打ち取る戦果を挙げた。この時の酒延秀綱の戦いぶりには、なおえ金継ぐからも酒延が武勇、信玄、謙心にも覚えなしと言わしめ、 後日、加熱軍から褒美が使わされたという。9月17日、加熱軍は、カス元ただに命じ、さらに城を攻め立てた。しかし、長谷道城の周りは深田になっており、人も馬も足を取られ迅速に行動ができない。そこへ、最上軍が、一斉射撃を浴びせて、上杉軍を散々に打ちつけた。豪を煮やした加熱軍は、長谷道場付近で、 勝太郎関を行い城兵を挑発するが、志村は、挑発には乗らず、逆に加熱に対し、少子という返礼を送ったとされる。9月21日には、伊達政宗が派遣した留守正影隊3000の軍勢が、白石から笹谷峠を越えて、山形城の東方に着陣し、9月24日には、直江加熱本陣から約 2km 北東の、 菅和賀氏の沼木に夫人する。また、もがみよも9月25日山形城を出陣し、稲荷塚に夫人した。ここにおいて一時戦況は硬着するものの、9月29日、上杉勢は、総攻撃を敢行、長谷道城を守る志村光康安はなおも前線し、上杉軍の武将、上泉安綱を討ち取るという戦果を挙げた。 撤退戦の概略図そしてこの29日に、関ヶ原において、石田三成が指揮を取る西軍が、徳川家康が指揮を取る東軍に大敗を、喫したという情報が、なおえ金継ぐのもとにもたらされた。敗北を知った金継ぐは自害しようとしたものの、前田利益に諌められ、撤退を決断したとされる。翌9月30日、最上勢も、関ヶ原の結果を知ることとなり、 講師は逆転する。10月1日、上杉軍が撤退を開始、最上達連合軍が追撃した。府、上山の付近で陣頭に立つ最上み吉の兜に、銃弾が当たるなど激戦となり、両軍多くの死傷者を出した。追撃軍を迎え撃つため、直江え金継は自ら旗国城に、手勢と共に立てこもって、殿を務め、 10月3日に荒戸へ退却した。前田利益や水原近則などの前線もあり、金熱具は鉄砲隊で最上軍を防ぎながら追撃を振り切り、10月4日に米沢城へ帰還した。もがみ光には、直江は金字ばかりにて少なも崩れず、向かいの岸まで足早に引きけるが、取って返し、追い乱れたる味方の勢いを大おうさにまくり、立て、 あまた打ち取り、このせいにへきえきして、それらを追い引き返しければ、なおへも、ここを逃れ、敗軍を集めて、心静かに基人しけりとある。この撤退戦は後世まで語り草になった。もがみよは金ねを、上方にて、敗軍の義しへ来たりけれども、なおへ少しも臆せず、心静かに、人払いの様子、とに、影とラブユーの強きことにて、残りたりと、 しゃならず、感じたもと評し、家康も金継ぐが駿府を訪れたとき、あっぱれ汝は聞き及びしより、いいやましの武功のものと、大いに称賛したという。また、最上勢は前戦線で犯行に転じ、10月1日には、佐賀へ、白井は、左沢を回復すると、撤退から取り残された、八条に籠るもる下秀久も11日間の牢城の末に降伏した。 9月下旬になって、秋田サネスエは、もがみヨに対して、百合衆と共に、上杉領である、庄内地方へ攻め込むことを通知していた。これに対して義光は、戦北地方の小野寺氏を攻撃するように求める、返書を出した。しかし、庄内攻撃は、家康の直接の指示を受けたものであった。しかも、義光の返書がつく前にサネスエは家康に死者を出した、上で、 兵の方向を戦北地方に変えて、小野寺氏の大森城攻撃に踏み切った。結果的に最上領に攻め込んでいた小野寺氏は後退し、11月には同市の本拠地である横手城が陥落したものの、もがみ義光は自分の下地に従わないサネスエやユリ州を軍令違反とみなして避難し、自分たちは家康の命令指揮下にあると考えるサネスエはこれを残限とみなして、 反発、両者に確執として残った。一方、西条軍は降伏したしも、秀でを、先手、吉光の着難、吉康を総大将として、庄内地方に進攻すると、を、補助を攻め落とした。翌慶長6年3月、坂田、東前寺城を攻略し、十五里が、原の戦い及び欧州市沖で失った、庄内地方全域を、 上杉氏から奪還した。この戦いは、王宇における東西合戦と言える。西条軍は少ないながらも前線したことにより、戦後家康はその功績を称賛し、吉光が切り取った省内地方の領有権を認めると、共に佐竹氏との領土交換により、小勝軍、平賀軍に変えて、百合軍を与え、出羽山形藩は57万国の大半となった。また、 慶長6年5月11日に、家康が三大した際には、上田城の戦いの功労者である森忠政、関ヶ原の戦い本戦の功労者である井伊直政、織田長政に並んで、吉光が、具武者に選ばれている。伊達政宗は、直江兼次が、最上義光に敗退し、米沢へ撤退すると、これを後期と捉え上杉領の伊達軍、忍軍に進攻し、 福島城主、本城茂町と柳川城主、須田長吉と戦う。野戦においては、上杉軍を蹴散らした、正宗であったが、続く、福島城での攻城戦では、上杉方の固い守りに阻まれ攻略に、失敗してしまう。加えて、戦後、南部領で一気を先導したことが露見し、家康の不信を招いたことによって、いわゆる、百万国のお墨付きは、保護にされ、 自力で落とした白井城勝った軍二万国をそのまま追認されたに過ぎなかった。敗れた上杉影勝は、省内、合図などを没収され、米沢三十万国のみを許された。長瀬道城の戦いについては、当時の良質の資料がほとんど残されておらず、兵数も後世の軍機などに頼ることになるが、これらは誇張された部分も多く、それぞれに数の開きがあって、 確実な兵数は不明と言われる。例えば、上杉軍撤退の時の双方の死傷者は、最上側では、味方の戦死者623人敵の戦死者1580人とするが、上杉側は敵の戦死者2100余りとしている。いずれにせよ、攻めての上杉軍と、主上側であった、長谷道場の兵との間で兵数に開きがあったというのは確実だと思われ。 最情報が貨幣で、神杉軍の工場をしのぎ切ったというのは事実と考えても良さそうである。ありがとうございます。